トレチェント音楽は14世紀に北イタリアで発生し発展したイタリア最初で独自の多声音楽文化。イタリア語で300を意味するトレチェント、つまり1300年代を指す名前が冠されている。フランスのアルスのオバ、アルススブティリオール期に対応する。著名な作曲家としてはフランチェスコランディニが挙げられる。これらのトレチェントの音楽は 同時代のフランス音楽であるアルスノーバが、イソリズムなどリズムを重視したのに対し、旋律を重視したことに特徴がある。北イタリアのロンバルディア地方は、フランス圏との流通経路に当たるために、早くから南フランスのトルバドゥール文化の影響を受けて、13世紀にはトロバトーレと呼ばれるイタリア独自の銀融詩人たちの活動が活発であったことが知られている。彼らの曲は、 即興的であったためか、ほとんど残されていないが、その詩の形態は明らかに、トレバドゥールの影響を受けていた。そしてその中でも、特に、トレチェント音楽家たちに並んで肖像画が描かれている、同時期のボローニャの写本が示すように、俗語でありながら非常に巧妙な詩を書いた、アルナウト・ダニエルの存在は大きかったらしい。それはダンテがその、新曲の中で、 グイドグイニッツェッリの言葉を借りて表していることでもわかる。トレチェント音楽の詩の内容はこれらの伝統を受け継ぎ、狩り、伝園、恋愛が多くを占め、またこの辺りを遍歴していたペトラルカの影響も大きかったようである。多生界の影響としては、各たる証拠は見つかっていないが、フランス王の使者としてアビニョン教皇庁に出入りしていたとされるフィリップド、 ビトリの音楽が、この教皇庁を支持していた、ミラノの宮廷に紹介されていた可能性は、否定できない。トレチェント音楽は、ミラノのビスコンティケなどの特定の宮廷文化として、花開いた初期、フィレンツェを中心として、裕福な市民階級に広がりを見せた世紀、ローマとアビニョンの教皇庁同士の音楽趣味の、基礎屋へから、アルススブティリオールを取り込んで技巧に走り、 特定のパトロンたちに依存するようになって、結局は15世紀の初頭に、フランドル学派に道を譲った末期に分けることができる。その後16世紀半ばまで、イタリア人音楽家は流行家のフロットラやラウダを作ることに埋没し、その間は著名な作品も作曲家も現れることはなかった。初期や世紀の作品は、ロシシシャフォンサン、ロレンツシャフォホン、レーナシャホン。 同時期のフィレンツェで作られたスクアルチャルーピャ本、パンチャティーキャ本等に、また末期の作品はボローニャ95写本等に残されている。ありがとうございます。